鍋島光重は、江戸時代前期の大名、家人。非全国佐賀藩二代藩主。二条流の華道の総称である、三条西実況より、古今伝授を受けた。寛永九年、初代藩主、鍋島勝重の四男である、鍋島忠直の長男として誕生した。元服して三代将軍、徳川家光より返記を受け、光重と名乗る。明暦三年、祖父。 勝重の後を継ぐ。漢文二年、幕府に先んじて、巡視を禁止した。天羅三年、格式差のなかったハ水イ藩、小木藩、鹿島藩ら三四藩に三夜格式を制定して、佐賀藩の支配下に置いた。元禄四年、佐賀城内二の丸に聖堂を建立した。元禄八年に隠居し、家督を長男の綱茂に譲った。元禄十三年、死去。 去年69、山本城長は三重に故障として使え、三重の死後出家、田代良元の対談から、葉隠れを生み出した。佐賀藩には、はす藩、小木藩、鹿島藩の三師藩があり、藩主は初代藩主、鍋島勝重の子や弟であったことから、当初は格式の差はなかった。しかし、は藩への統制を強め、年には、 小木藩二代藩主、鍋島忠まが藩祖である、鍋島直重が称した、加賀守を名乗り、光つにとがめられた。また、遠方六年には、蓮池藩二代藩主、鍋島直行が、独断で発作の祝いとして四代将軍、徳川家綱に立ちと馬代を献上し、光つはこれもとがめた。さらに、師藩の家臣を陪身として、露骨な差別待遇を取ったことから、 佐賀に在住していた市販家臣は佐賀を去っていった。三市販は連名で三種に抗議したが、三種は天が三年、三夜格式を制定して三市販を完全に支配下に置くことに成功し、さらに余力性を実施した。市場は計四十一人超過し、斎藤氏、戸田氏、少しドラマ、水戸公文第五部、第二十四話二人のご老公では、 森重久也が演じ、水戸三国の親友であり、悪友という設定となっている。ちなみに、森重は三国役の候補として挙げられていた。ありがとうございます。